皆さん、今最近ですね、私 SNS、Twitter、Instagram に写真を載せてるんですけれども、なんかあやなんがどうやら整形したんじゃないかという疑惑が立っております。1年前にね、女性 YouTuber にやたらと整形疑惑が出た期間があったんですよ。で、みんな整形疑惑についてみたいな動画出してて、あやなんはどうだったかっていうと、一回も整形疑惑が立ったことがなかったんですね。で、それに対して、なんで私に整形疑惑が立たないのっていう動画を撮ったことがあったんですよ。で、今回、整形疑惑が出てるんです。目の。で、あやなんってツイッターによると、整形って出てくるんですよ。果たして、整形したのか、してないのかってところなんですけれども、したんです。したんかい。疑惑ではなくなっただけや。いや、ただ整形したんだよね。そう、私は今回ですね、何をしたかというと、二重の埋没手術をしました。今ね、正直すごく腫れが出てて、まだね、一週間しか経ってないんですよ。で、二重の手術って、自分の希望の二重幅になるまでだいたい1ヶ月はかかるって言われていて、で、今ね、むくみ止めみたいな、腫れ止めとか痛み止めも処方されて、それもまだ飲んでる期間っていうね。で、ちょっとまだね、こう、つぶったりすると、痛いというか、こう、違和感がこう、ある感じで、まだ腫れてるんですけど、でもね、今この時点でもね、近くで見ても、そんなに目立たない感じです。まあ、細かくどういう、希望で出したかっていうとね、こっちの幅はほぼ変えてないんですよ。ちょっとこう、まつげの生え際が表に出るようにグンって奥に止めてもらった感じで、実際の二重幅と同じ位置で、縫ってもらってて、で、こっちは、写真貼った方がわかるかな？こっち、こんな感じで、左右のね、二重が違ったので、これをちょっとこっちに合わせる感じにしてもらったって感じです。私ね、なんせね、隠すのも苦手ですし、もうダウンタイムだろうがなんだろうがみんなにもう見せていいやっていう気持ちだったんで、最初から。あまりにも痛々しかったらダメだと思ったんですけど、普通に写真とかをね、SNS に上げてたら、まあ、みんな、え？二重やばくね？ってなったってことなんですけど、だからね、こっからまたどんどんナチュラルに、こう、狭まっていく感じになります。でもね、すごい私気に入ってて、まあね、見てる人は前の方が良かったとか、思う人もいると思うんですよ、もちろん。っていうか、みんなが今まで見てたあやなんが、まあ、こうじゃなかったから、まあだからそんな変わってないと思うんだけど、まあ、でもなんか、ちょっと変わっただけでも、すごいそれがなんかこう、違和感に感じる人もすごいいるわけですよ。言わないで黙っとこうかなとも思ってたんですけど、私の性格的に隠すっていうのは違うなって思って、自分の見た目に関してとかは特に坊主にしたことがあるっていうね、坊主をさらけ出してるんですよ、皆さんに。で、二重したのを隠すってもうキモいじゃないですか。だからもう言ったって感じなんですけど、すごいおすすめ。なんか私はこれでなんかちょっとしたなんかストレスがなくなるって感じ。今すごいこう揃ってる状態だから、すごくね、私はやってよかったなって思うの。こういう感じで。まぁ、ちょっとつぶったりするとね、まだここの結び目がね、出るんだけどね。それはしょうがない。私がやったのがね、クイックコスメティックダブルっていう施術。で、まぁ、一番値段は高かったんだけど、まぁ、けどね、私は、こう、表に傷が出るのはすごく嫌だったから、裏からやるやつにしました。あのね、結構怖かった、やっぱり。けど、今考えてみれば、傷とかもつかないで、結構理想の二重に自分ができるんだったら、耐えられるかなっていう感じのレベルのものだったかなって思います。絶対できないな、俺。いや、無理だと思う。ウーク絶対無理だと思う。絶対できない。無理。ウークんどう？どう感じる？あーちゃんが整形したことに関して。はい。あー、ちょっと待って、すごいね、ギターの上に置いてんの意味わかんないよね。いや倒れてバーンってどう？あーちゃんの整形してみて。いや、なんか顔が毎日変わるから、
はい、整形しました、バーンではないや、うん、寝る寝るっていう感じや。確かに。でもそんな変わらんし、うん、成功でしょうと思うけど、うん、ありがとう。今まだね、全然完成形じゃないから、これを成俺が爆笑した画像が、うん、俺だね、あーちゃんの、あーちゃんのこれめっちゃ面白いです、うん、これ、整形もう次の日、これでした。うざってなんだよ。うざ、うざい。あ、なんか目がね、こう動かない感じがあってすごいね、まだ違和感がある、まあ、ちょっとびっくりしちゃった人もいると思うんだけど、こっからだんだんこうナチュラルな感じになっていくから、ちょっとあと経過を見ていきましょうっていう感じでね。あ、私がやったのはね、あの別にこれ案件とかじゃないんだけど、私が湘南美容外科に、あの看護師さんに友達がいて、でそこでキム先生っていう二重の埋没の手術が得意な先生を紹介してもらって、そこで今回受けたんだけど、いや本当にね、でもすごい上手だと思う。私めっちゃ綺麗じゃない。まあでも人によるよね、人と人との相性って、あのなんだろう、その人によって違うから、私がいいって思ってもみんなは違うかもしれないんで、もしみんながやるって思ったら、自分に合った先生を慎重に探すっていうのが一番いいと思うので、参考程度にね聞いてほしいなと思うんですけど、私は本当にあのキム先生にやってもらってすごい良かったなって思ってます。ありがとうございました。キム先生のねインスタグラム、よかったら下に貼っておきますので、気になったら見てみてください。すごいね、最近考えてんの、その整形について。なんで整形ってそんな後ろ指刺されるんだろうなって思うんだよね。でもしょうがないよね。それがもうなんか日本なんだなって思う。でもね、すごいなんかね、綺麗だねって言われたよ、コメントでも。でまだまだこれはね、広いからね。ちょっと広すぎて、私はみんなに見せたくなかったというか、完成形をちゃんと見せたかったんで、迷ったんですけど、もう我慢できないから、そのダウンタイムをずっと SNS に顔出さないっていうのもなんか、うん、なんだろう、私の性格的に無理だったので公開させていただきました。なんか本当優しいコメントをくれて本当にありがとうって思う。優しいコメントが来てそうでわかんないけど、ありがとうございます。わかる。なんかさ、あのトイレにさ、トイレをいつも綺麗に使ってくれてありがとうございますっていう張り紙が貼ってあるとさ、トイレ綺麗に使おうって思うもん。だから本当にいいコメントありがとうございます。本当にみんな優しいコメント、心温かいコメント本当にありがとうございますって言っとけば、多分いっぱいいいコメントが来るんだろうなっていう。何の話。まだでもね、笑ったりとかするとね、こうなんかこう、わかる、なんか目がこう埋もる感じがすごい嫌で怖いの。あと私は歯も矯正しようと思ってるんですよ。あの、ちゃんと装置をつけて。今ね、歯並び悪いからガタガタでしょ？でもこのね、八重歯がね、私結構気に入ってて、なんか、どうしようかなとも思ったんだけど、でも絶対歯並びはいい方がいいよってみんなに言われるし、でもセラミックとかにするのはちょっと私、削るのが怖いから、もう矯正で痛いけど、表側の一番目立つ矯正でもいいから、もう、それが一番早いらしいんだよ。まあ、目立つけど、早いっていうので、ね、痛いしね。痛いんだけど、それを耐えてみようかなって思います。だからちょっとずつ私の顔が変わると思うんだけどね。お見知りおきをというか、何ですか？皆さん、ご理解をお願いいたします。歯並びが良くなったら、なんかすごい行儀良くなるかもしれないじゃん。なんか人の見た目によらないと思うけど、でも意外と見た目によるのもあって、なんかこう、見た目がこう物騒な感じ、物騒、ぶっきらぼうな感じだと、こう中身ぶっきらぼうになっちゃったりとかするじゃないですか。だから、見た目が中身がクリッて、見た目がクリッとしたら、中身がクリッてなったりとかするし、なんか、私はでも、まあ、見た目の中身はそんなに嫌なんていうか、どっちだろう、わかんないけど、あんまり中身変わらないと思ってるので、どっちかって言ったら、まあ、見た目が良くなったら中身も良くなる的な感じで、一緒にこう、成長していけたらなっていうふうに思ってます。なんか手術後とかやばかったの、ちょっと写真貼っとくね。なんかこんな感じで。結構ね、怖かった。腫れた腫れてるよね。そんな感じかな。もうついにみんなに見せちゃった。恥ずかしいわ。あー、なんか変な気持ち、怖い。前の方が良かったとかね、言ってくれる人もいるんだろうけど、私はね、やって良かったって思ってるんで、まあ、できるだけそっち寄りで皆さんも考えていただけたらなって思います。あんま顔変わんないようにねってママにも言われたんだけど。というわけで、あやなんの整形疑惑
解消のお話でした。最後まで見てくれてありがとうございました。なんかサブちゃんじゃないのにサブちゃんじゃないみたいになっちゃった。そんな感じで今日は終わりです。またねー。